前にミラーの、5000の価値があるかよ。ないんだったら、見なきゃいいじゃん。それは、物を買うときの、これが、いくらで売ってる、高えなと思ったら買わなきゃいいだけだよ。手出さなきゃいいだけだ。もういいじゃん。ライジンさん、すいません、FC2 で月間小切手150万円が届きました、家に。はい、ありがとうございます。もうそういう、こう、ポンプやめてね。ああ今の現状は、俺はね、今楽しきゃいいの。のんびりやってりゃいいの。うん。おめえらが何言ったって、何のことはねえ。ただお前ら、俺の邪魔したいだけ。のうのうと俺が生きてることが許せないのか、何なのか知らねえけど、お前らも、なんだか自由にやればいいよ。な。なあ、自由にやればいいじゃん。だから俺の放送に張り付くんじゃなくて、今の自分がやりたいことをやればいいんじゃねっていう話。これがやりたいことなんだ。もう病気だよ。もう病気なんだよ。おい、ガチリス、こいつら病気だぜ。全員。なんだこれ。これがやりたいんだって、この人たち。まあまあガチリスはコメントしないと思うけど、口とがりを見て、オッケー。お。性犯罪者は監視しとかないと何しでかすかわからんからね。大丈夫です。性犯罪はマリコに一点集中ですから大丈夫です。はい。よろしく。グッチョ。いい仕事しますせ。バイ。バイ、バイアグラ、
シー、シー、シーアレス、ウェイ。よろしく。川についてこの、いや別に川と付き合いないから、前澤さん何にも、うん、ただお店やってて頑張ってんじゃないっていう感じ。俺だって川の店をディスったことねえよ。うん、ただ俺んとこはなんか冷食使ってるとか言ってる割には自分とこも結局使ったんでしょ。みたいな。まあいいかみたいな。だって料理出してねえじゃん前さは。俺の店の方がよっぽど料理作ってたで、店開けるときは。やれねえんだよ、仕込みから、仕入れ仕込みな、できねえんだよ。甘く見てたんだよ。じゃあやりゃいいじゃんかよ、雷神よ。料理できんだったら、びっちりよ、やりゃいいじゃねえかよ。なるほど。バールさん、悪いんだけど、あなた俺の店に来たことないですよね。食ったこともない料理のことを文句言わないでください。健吾、いらっしゃい。すでに香川くんの方があなたより店開けた回数多いよね。いや、俺の店はもう潰れてるから、もう俺は経営者じゃないから。もうさ、生しいだけでマウント取ってくるやつって、ほんと子供だよね。うん。もうバカなのかな、こいつらって思う。お前よ、干し椎茸で出しとると、出汁濁んなよ。バーカ。知らねえのかよ。あ？茶色く濁っちゃうの、すましには使えないんだよ。あった。お前の女いつ来るんだよ。知らねえよ。まあ俺の放送これ見てるかもしんねえけど。また動画載るぞ。乗っとっていいじゃん。おめえみてえなクソがよ。あ？脳が汚れてんだから。どんどん動画載せていいよ。よろしく。ウィー。ウィー。最高だぜ。
最高です。虹色さん、こんばんは。副菜合ってないよ。え、こうやってやったら、ほら、合ってんだよ。もう、サイズが合ってないよとか、好きだね。ああ。白えもん。はい、いらっしゃい。ブカブカじゃねえか。え？え、ちょっと待って、これブカブカになるの？これ。ね、上下、セットアップで。え？なんすか？ねえ。ねえ。え？で、これに、シューズは、これです。アグの、スニーカー。うん。うん。出かけるときは履くよ。ああ、外行かないのにいつ履くの？ファミリーマートに行くときに履きまーす。おい、小僧この野郎。この野郎。クソがよ。ってんじゃねえよ。誰がよ。もう突っ込むとこねえんだよ、お前ら。もう散々っぱら突っ込みすぎて、もうあとどこ突っ込むの？いいよ。もうないだろ。毎回お前らの方がループゲーだぜ。いいよ。なあ。マジで。いやいや、どんどん突っ込んできていいよ。いい感じに酔ってきてますね。マボ？いやいや、酔ってねえよ、俺は、今日は。うん。洗濯機がないファッション自慢とか恥だぞ。え？じゃあ俺洗濯機買った方がいいんですか？いや、じゃあ明日洗濯機買ってきたらいいですか？いや、すぐ買えるんですけど、バール、ね？お前が買ってきたよって言って、お前のために買いたくもねえよな。無駄金使いたくねえから。まあまあ、そうやってな。なんか買え替えとか言ったりするやつに限って、お茶なんか投げやしねえから。ん？靴下の後ろ？白く見えるよ。俺、靴下の、プリントだから。
洗濯機なくて、あ、俺ね、目の前にコインランドリーがあるから。うん。ナンセンスなっていうか、まあ、下着どうしてたのかはどうのこうのは、まあいいとして、まあ普通にコインランドリー行くよね。夫人くん、いや、坊ちゃんいつ来んのかな。まあ多分俺の放送で持ってると思うよ。坊ちゃん、何時来んのよ。ワンちゃんタクシー乗ってるかな。いや、乗ったらタクシー乗ったって LINE 来るから。うん。あーと、サキさん、その服の黄ばみはデリ弁ですか。あー、そうです、デリ弁です。ありがとうございます。漏らしちゃいました。クソ野郎がてめえのコメントがクソ野郎なんだよ。六三くんいらっしゃい。今度セーター送りますね。いらねえよ、あの野郎。舐めてんのかよ。受け取らねえよ。ゴミ箱ぶっこんでやるからよ。ズラがベタベタだね。いやいや、これ褒め言葉なんだよね。セットがうまくいってるってことでしょ。おい、意外とズラ似合っちゃってるって言われてると思う。うん。よろしく。なんだかんだで似合っちゃうんだよ。ああ、油切ってベタベタってことだよ。バカなの。まあまあまあ。いやいや、もううるさいね、今日は。さよなら。うなさんこんばんは。チョムさんいらっしゃい。ぼーちゃん何時に来んのかな。まあ寝てんじゃねえかな。まだ一回二度寝すんのかな。わかんないけど。
今日着てる服めっちゃ可愛い。これ上下で、これ2万2000円だったから、5万5000円引く2万2000円だから、これ上下で、2万8000円ぐらいか。うん。なんか買いたきゃ自分の金払って買えばいいよ。お前らって金好きだよね。人のお金、自分のお金の話はしないよね。なんで人のお金の話好きなの？バカなの？おい、金額なんて誰も聞いてなかった？じゃあもうおめえコメントすんなよ、クソ野郎がよ、タヌキ野郎がよ、てめえタヌキでよ、おめえコメント打ってんじゃねえかよ、バレてんだよ、クソがよ、舐めてんのかよ、クソがよ。舐めてんのかよ、ほんとよ。バカよ。タヌキでコメント打ったことなんてありません。えい、タヌキを知ってる時点で打ってまーす。はい、語るに落ちてまーす。タヌキ、それって何ですかって言ったら、別問題になりますけど、知ってるってや、そういうことです。3万3000円ですけど、あ、これセットアップ？あ、じゃあ3万3000円だったんだね。うん。ごめんね。計算できなかった。うん。シューズの値段だけは意外と安いなぁと思って、うん、だって2万2000円のスニーカーだったら安くていいじゃん。なあ、お金の話が好きだね。お前らがね、税金払えとかなんだとかガチャガチャガチャ言ってんじゃん。ああ、さきさん、受け取り拒否しますんで、送るだけ無駄なんで。あ、ゴミ箱、受け取ってゴミ箱を捨てるんで。はい。うん。着払いとかやめてね。うん。誰これって。
アンチがお金の話を好きなだけ。うん。誰か金額を聞いたかい？いや別に金額は聞いてねえだろうけど、俺さ今貧乏ちゃまだからさ、お金がないのよ。ほらああね、お金がないのよ。おお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 、どっから抜けたんだこれ。ここか。うん。ないのよ。あと財布に30万ぐらい入ってっけどな。あと口座にもうちょっとあるけど。まあ、それは、まあ、いいけどね。だから配信者って夢があるじゃん。じゃね。パコリが止まの決まった、アラスビクトリー。ウェイ、中国人のバーでこうやって財布の中見せて全無視されたよな、お前。嘘つきくん、俺、外配信しない人なんで、幻？それ誰かと勘違いしてない？ねえ。パーコリゴトナムル、決まった、アダスビクトリー、アダス。何中国人って、そんなとこで俺配信やってねえし。おっと、ヒロさんありがとう、決まった、アバスビクトリー。おいおい、50代の平均資産は1500万です。それ以下負け組ですね。あーなんかね、今ほら、政府が、各家庭に10万円くれるかくれねえかで、950万円超えたらくれねえとか、まあまあ、だいたいそんなもんなんだろ。ああ。まあお前らそこまで届かねえだろうけどな。カリスマさん、中国人バーありがとうございます。俺行ったことねえよ。もうそのなんだろうな、熱をやめて。バーなんか行ったことねえし。なんで他の配信者の名前を出して
巻き込むの。もう俺は俺の配信やりたいだけだから、他の配信者の名前出すのやめてくれる？うん。だ、動画があるんだったらそれでもいいけど、忘れてんだからうるせえこと言ってんじゃねえよこの野郎。知らねえよ、あんなもんよ。証拠、証拠。ああ、そうですか。じゃあ、行ったんじゃないですか。はい、すいません。はい。以上です。マウント取りたいのね。うん。バカだよ。すいませんね。記憶がないんで。うん。アイちゃん、いつもありがとう。サムソン定期的にサムソンが感じのコメントを聞き換えるように。いいよ、銀杏。気にしないで。全然。はい、ブロックでーす。もう一生ブロック解除しねえかんな。おい。冗談じゃねえよ。それが人に謝る態度かよ。ちゃんと謝れよ、アルツハイマー。塩枝カリスマちゃん、ごめんね。まあ、決まった。あるいらっしゃい。田中いらっしゃい。靴下汚ね、ちゃんと洗え。だから靴下汚くねって言ってんだよ。これここマークだから。ほ？めくらか。大丈夫かよ。病気だな。まあまあ、皆さんがね、楽しく遊んでるんだったらいいですけど、まあ俺は、何を能書き、こいつらバカ垂れてんのかな、みたいな。洗濯機ないから靴下は洗えないが、本当だろう。え、ちょっと待って。パイロリ、俺の住所お前知ってんだろ？俺の向かい側にコインランドリーあるんですけど。ん？バカなのかな？リチケ、なんで急になってんだよ。おめえ7だったんじゃねえの？ 8 度、9になってんだよね。偽物かどうか知らねえけど。沼神がおでんにカビ生えてて二度と食わなかったって。いや、沼神はおでん食ったことねえよ。俺んとこ来て。だってあいつ持ち込み餃子と、持ち込みウーロン茶だから。
持ち込みご飯と、うん、包丁よかった。ああ、梱包はもう終わった。うん、晩になりました。何やったんだよ。稲子？鹿児島のか。だってまだ若かったんべよ、こうちゃんよ。俺、結構、まあ、仲良くってわけでもねえけど、44歳か。うわー、若えな。なるほどね。いつけ？一回、これコラボ枠にするか？俺別に数字求めてねえから。女のズバッとぶった切って、コラボ枠にしてもいいや。